はい、皆様こんばんは。カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。12月の8日の金曜日です。今日は現役ドラフトが行われましてね、5時に発表されました。これはいわゆるこう新人選手の、新人選択会議、いわゆるドラフト会議とは違って非公開で行われるもので、もう全部決まった後の結果、午後5時に NPB からの発表という形で我々は知ることができるんだけども、ちょっと今日ドキドキしましたね。でオリックスさんは出ていくのは漆原投手ね、タイガースに移るというところで、まあ生活の基盤を変えなくて済むという点でも良かったし、タイガースね、いいチームだし、あそこもピッチャーがいいんで、そこでまた出てきてほしいですよね。漆原投手もね、育成で入ってきて、1年目クローザーとしてね、ファームで頑張って、でその次のキャンプで支配下になって、まあ、その時に話を聞いた時に本当に良かったという話をしていて、僕も応援していたんだけどもね、本当に新天地でのまた頑張りを期待したいですね。でまあ同じ関西県にいるし、ファームでも見ることもあると思うし、本当一軍でもちろん活躍してほしいんだけどもね、見る機会があると思うんで、頑張ってほしいなと思います。そしてオリックさんが、このいわゆるこの現役ドラフトで獲得した選手、ということになりますと、そうなんです、鈴木浩志投手という中日のピッチャーですよ。ドラフト1位よ。そうなんですよね。157キロを投げる、まあ、速いピッチャーで、ちょっとこうサイド気味に変えてきてね、今年が6年目のシーズン、来年7年目のシーズンというところで、まあ、ここ2、3年は1軍での登板がほとんどなくてというところで、今シーズンはね、1軍で9試合、うち3試合が先発で1勝2敗という数字で、8月9日のベイスターズ戦を最後に1軍での登板はなかったということを聞いています。で、あとファームの方では15試合先発して、うち10試合が先発、去年1軍で初めて先発をして、5回無失点の好投があったのかな、でもね、勝ち星がつかなかったというシーズンもあったんだけども、それ去年かな。今シーズンファームでは15試合に登板して、うち先発が10試合、3勝5敗という数字で、防御率がファームの方では 3.66 という数字、一軍の方でも9試合で 4.07 というこの防御率は残っているんだけども、まあ、ルーキーイヤーにね、53試合かな登板して、中継ぎあるいは抑えをやって活躍をしたというピッチャーですね。静岡の磐田東高校からヤマハ、そして中日と、いわゆるこう東海エリアで、ずっと活躍をされていたピッチャーではあるんだけど、ヤマハはね、確か僕は秋の日本選手権、ヤマハが優勝した時に、鈴木投手の実況を僕してると思うんですけどもね、球が速いピッチャーというなんかこうね、イメージがありますね。まあ、本人もこのトレードをまあチャンスだと思って心機一転、新しいチームで頑張るというね、コメントを球団を通して発表しておりましたけれどもね、プロ1年目の輝きがありますん でドラ1ですから、なんつってもね、2017年、ぜひ来年7年目、3月生まれ、早生まれで来年27歳になりますんで、まだまだ若い、ね、オリックスのピッチャー陣の中に入って、まあ、先発もできるし、この中継ぎ抑えもできるピッチャーなんでね、そこは本当頑張ってほしいなと思います。漆原投手、鈴木投手ともにね、頑張ってほしいと思うわけで、このそもそもこの現役のドラフトというのは去年から始まって、これは2年目の、ね、制度ではあるんだけども、この日本プロ野球選手会がメジャーリーグベースボールが導入していますルール5ドラフトを参考に、まあ、出場機会の少ない中堅選手の移籍活性化を狙いとして導入された制度ではあるんだけども、去年でいうとね、オリックスさんから来たのは、出ていったのが大下選手ね、ロッテで頑張っています。で渡辺大輝君が、スワローズから入ってきてくれたんだけども、まあ、今年で戦力外という形になって、で去年トータルで見た場合に、例えばベイスターズから、ドラゴンズに移った細川選手バッターで、ホークスからタイガースに移ったピッチャーの大竹投手、この2人がもう本当に素晴らしい活躍をして、まあ、そういった意味では、この現役ドラフトというのがね、まあ、一つ成功したという事例でもあるんだろうけども、逆に、まあ、12人の選手が去年も動いて、うち6人が、まあ、わずか1年で戦力外になっているという、まあ、現実もあるというところで、まあ、その辺のまあ問題点もないわけじゃないんだね。でアメリカのこうルール5ドラフトというのは、やはり同じように、
これなんでルール5というと、メジャーリーグ規約の第5条に記されているからルール5ドラフトってアメリカでは言うんだけども、いわゆるこのメジャーの拡大ロースターっていうのは40人で、アクティブロースターっていうのが26人という数字が決まってるんだけども、この40人の枠から、漏れた選手で、なかなかその実力がありながら、そのメジャーで活躍できないという選手の救済と、そういった選手を使いたいという球団は当然あるわけですから、そういったことを目的に始まったルール5ドラフト、もうこれも歴史は長いんですけども、でそこで活性化しようと。で、アメリカの、ルール5ドラフトは、取った場合には必ず次の1年間はフルで26人のメジャー枠に入れないとダメなの。拡大ロースターの40人じゃなくて、ベンチに入る26人に入れておかないといけないという規定があるんで、非常に厳しいものがあるんだろうけども、逆にそのルール5ドラフトで選ばれた選手は大きなチャンスを得るわけね。だからその辺が日本の現役ドラフトと少し違うところっていうか、根本的に違うところではあるんだろうけども、いろんな問題点も含みながら、今後ね、この回数重ねていって、少しずつ その制度も変わっていく可能性は日本の場合もありますけれどもね、今年またこの12人の選手が新しい球団に向かって移っていったわけですから、その中でまた活躍してくださる選手がね、いればいいかなと思いますけれども、なかなかその球団側からするとね、うちにいたらなかなかこの機会はないんだけども、よそに行けばっていう思いで出すっていうことにはなかなかならないわね。つまり、この選手が出ていってよそで活躍されたらどうしようという、そういうマイナスの面も球団側からしたら考えてしまうのは当然のことなのね。つまりライバルチームにそれが、行ってしまって、そこで活躍されてしまうと、何なのって感じにもなりかねないということもある。球団側からしたらそういう思いもあるし、逆に選手からすれば、新しい出場機会を求めてというところももちろんあるんだろうけども、なかなか制度としては難しいところはありますけれどもね。去年は細川大竹というね、打つ方、投げる方で素晴らしい成績を収めた、この成功例でもあるんだけども、逆に言うと12人動いたうち半数が、戦力外になっていったという事実ももちろんあるわけですから、その辺のところで、しかしね、新天地でチャンスをもらえるわけですから、そこで頑張ってほしいなと思うわけでありますよ。だから、オリックスに来てくださる鈴木投手は背番号46番背負ってます。で、彼はずっと抑えや中継ぎもメインにやっていたんだけども、メジャーのキンブレルというピッチャーがね、クローザーですよ、今、ボストンかな、キンブレル投手に憧れているというところで、その背番号46番もらったという話を聞いたことがあるんだけども、頑張ってほしいですね。今、ちょっとこうサイド気味に投げるピッチャーになってると思うんだけども、150キロ超えるボール投げますし、球種もたくさん持ってるしというところで、社会人出身で、でもまだ若い、来年27歳ですから、チャンスはあります。まずは漆原君がタイガースに行って頑張ってほしいというところと、新たに来る鈴木投手がね、本当ドラフト1位という、もうこの能力の高さは当然あるわけですから、そこでまた新しい環境でどう変わっていくのかというところは楽しみでありますけれどもね。現役ドラフトってこうクローズの中で我々には誰がじゃあその現役ドラフトのメンバーに入っているのかというね、候補に入っているのかというところも、知る由もありませんし、初めてこの結果で、この選手がその現役ドラフトとして球団が提出した選手だったんだということを知るわけですよ。で、今回も2巡目は行われませんでした、1巡目だけでした。というところにも、これがもっともっと活性化すれば、いや、2巡目も3巡目もやりましょうよというような感じになってくれば、また違ってくると思うんです。今、最低2人を出していくという制度ですもんね。そういうところで、現役ドラフト終わって、ちょっとドキドキしていたんですが、漆原投手頑張れということと、鈴木投手ウェルカムなんで、ぜひ新しい、環境でね、頑張ってほしいなと思うわけであります。というわけで、今回は今日行われました現役ドラフトについて、お話ししましたけども、皆様どんなふうにお考えなんでしょうか。またご意見も聞かせてください。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。